嘘絶対嘘ほんまの話に来たな。もう3セット目やろ。3セット目っすよ。ラストやろ。終わってしまうな。じゃあ例えばこれでこれ動きが違うのは、はい、左足が、あ、違う、左のケツがもっとなんかケツが後ろに、あ、横に動いてます。普通に縦やってみてください。あ、だと全然違います。ちょっと前向きでその2つの違いやってもらってもいいですか。前向きで待てないでいいかな。そうっす。いや、ケント君がもう10回ずつとかちょっと言ってんすよ。いや、ほんま入ってますからね、これ声。言ってないっすよ。こっちでダメなやつといいやつね。最初ダメなやつ。ダメなやつはちょっとわからなくなっちゃった。腰がこうに。はい。あ、でもわかりますよ。やっぱ。これは違う。この使い方は。ダメなやつ。いいやつ。で地面をグッて押す。ここでグッて押す。ぶれないように着いた時にはもう足が上がってる、次の準備できてる状態。うわ、ほんまに関西人ようやるわ。わざと
直したと思ってたわ。ないかな。早いなと思ってんだと。蹴ってたとしたら上がった時にこうなるはずだから、ただちゃんと踏みに行こうとしてんだったら多分こうなってるはずだ。踏むときもこの角度のこういってるはずなんだ。なんだけど、なるべく足首はしっかり固定してあげて、ああなるほど、ここついてグッて伸びてくる感じ。だから、そっとしてるの。100メーター10秒台で走れそうっすよ。止まれないです。感覚が残ってるんですね、俺も。しっかり踏んで。
いちゃうのはもしかしたら足つく位置が若干前かもしれない。だから自分の力でこう、持ってこないといけない。だから膝もあんま上がってなくて。あー、わかる。なんかこうこういったらここまでいけるけど、これあんま上がってないからなんかもうこの辺でついちゃって、でそれがもうそのままブレーキと一緒にブレーキするから角みたいな感じに、まあ、今は感覚大げさに言うと、うん、まだ長くついちゃってるイメージになるね。そうですね、そんな感じになった。うまだわからんけど、いや意識すぎたな今。正解かどうかもわかんないけど、じゃあラストにしとこうかな。この場合使って行って行って、うまいな、ほんま。ここで弾む弾力感じるところから徐々に伸びた、距離伸びた、距離伸びた。